早速お迎えいたしましょう <noise> 主演の堂本剛さんです <noise> 綾野剛さんです <noise> 小林さとみさんです 吉岡里穂さんです森崎ウィンさんですそして監督脚本を務めた荻上直子さんです 皆様どうぞよろしくお願いいたします完成おめでとうございますさあではまずはですねお集まりいただきましたマスコミの方々にお一人ずつご挨拶をいただきたいと思いますご紹介をさせていただきます本作の主人公で美大卒だがアートで身を立てられず人気現代美術家のアシスタントをしている澤田を演じました堂本剛さんお願いいたします澤、はいえー、田役を演じました堂本剛です え皆さん、えー、お忙しい中お時間いただきありがとうございます、えー、本作を通してですね、えー、たくさんの方々の心に自分の人生とは、えー、自分とはそういった問いかけを大きく時間をかけながらゆっくりゆっくりとしていくような、えー、そんな作品になったと思っておりますのでぜひ、えー、世代を超えてたくさんの方々に見ていただければなというふうに今、思っております。 本当にありがとうございますどうもありがとうございますよろしくお願いいたします続きまして沢田の隣人で売れない漫画家横山を演じました綾野剛さんお願いいたしますはい、えー、横山演じました綾野剛と申します、えー、皆さんお集まりいただき本当に感謝しております短い時間ですがよろしくお願いしますお願いいたしますありがとうございます 続きまして野心的なギャラリーオーナー若草萌恵子を演じました小林さとみさんお願いします皆さんこんばんは、えー、今日はお忙しい中ありがとうございます小林さとみです、えー、私はあの監督の大木上監督とは16年ぶりに一緒にお仕事させていただけて、えー、またあの皆さんとも初めての方もいましたし堂本さんともお芝居は初めてでしたけれども はい、久しぶりに、えー、一緒にお仕事をさせていただいて、えー、とてもあの特別な時間を過ごさせていただきました、えー。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、沢田と同じアトリエで働く現代美術家のアシスタント矢島を演じました。吉岡里穂さんお願いします。矢島を演じました。吉岡里穂と申します、えー。今日はお集まりいただきありがとうございます。 私は撮影自体は数日だったんですけどあのすごく濃厚な時間を過ごしまして大好きな荻上監督に映画の現場に呼んでいただけたということで本当にこうやって一緒に並んで舞台挨拶できることを嬉しく思っています今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続きまして澤田のバイト先の同僚でミャンマー出身のコンビニ店員も演じました森崎ウィンさんお願いします えー、もう役を演じました森崎ウィンです、えー、皆さん本日はお,お忙しい中お集まりいただきありがとうございます、えー、僕が持つアイデンティティであるそのミャンマー人、その役を演じることができて本当に嬉しい限りですし映画が完成して今日という日を迎えられて本当にホッとしております今日は短い時間ですがどうかよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして最後に監督脚本を務められました小木上直子監督お願いしますはい、小、え、木、ー、上直子です えと今日はよろしくお願いいたしますあの。10年以上ぶりにフィルムで撮ることができて16ミリフィルムで撮ることができてとても嬉しいです、えー、となのでちゃんと皆さん大画面でスクリーンで見ていただけるように宣伝をお願いいたしままますすす今日はよよろろししししくくおお願願いいいありがとうございます。 では皆様後ろにございますツールにおかけいただいてお話し進めていこうと思います、えー、マスコミの方ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みいただくようお願い申し上げますさあ早速なんですが堂本さん今回小木上監督からのラブコールを受けて27年ぶりに映画単独主演ということになりました作品完成した今の思い改めて聞かせていただいていいですかはいあのー、監督の 描、えー、き上げてくださった澤、えー、田という役が、えー、非常に、えー、僕の、えー、役者人生と言っていいのでしょうかあの僕が、えー、数々役を演じさせていただいてきた、まあ、その人生の中でも、えー、受け身の役っていうのは、えー、あまり演じてこなかったので。 非常に今回のこの沢田は「澤、え、田、ー」は受け身の役をやってこなかった中でもまた一段階難しい受け身の役だったんじゃないかなと思うんですが非常に本当に難しかったですなんですけれども、えー、共演者の皆様の力添えもう本当に皆さんの 大きな愛に包まれながらスタッフの皆さんの大きな愛に包まれながら本当にリラックスしてその難しい澤田を日に日に解決しながら答えを出しながら導いていただきながら演じることができたので本当にあの自分一人だけの力じゃなくてたくさんの方々に力をもらいながら最後はサードを演じ,る演じ切ることができたなというふうに思ってますので本当に感謝の思い出いっぱいです。 荻上監督はあの本作、台本そして澤田という役柄が堂本さん宛書きされたものだったということで伺っているんですけれども監督が思う堂本さんの魅力ですとか堂本さんに対してはどういった思いがあるのかぜひ聞かせてください脚本を書く段階から何度かあの打ち合わせを重ねたりしてたんですけどあの実際に撮影現場でこう。 こう一緒にお仕事をしていく中で想像以上に純粋な方なんだなっていうのがもう毎日伝わってきてなんかそれはすごくその純堂本さんの持つ純粋さがこの映画の中にも澤田という役を通して出,た出てるんじゃないかなって思ってますはいありがとうございます。今回堂本さん書きで沢田 単独書かれたそうなんですがあまりその口数の多い役ではないですよね,、はい、うすねどういった意識でお二人でどういったディスカッションをして役を作っっってらししゃったんでしょうかあの本当ワンシーンワンシーン現場でこのセリフはこういった心情で語ればよろしいでしょうかとかこんなふうに思って自分自身は芝居を作って現場に入ったんですけれどもこれで正しいでしょうかとか。 ほんと一つ一つ丁寧に丁寧にあの答え合わせをしながらワンシーンワンシーン撮っていったんですけれどもあの監督も先ほどフィルムっていうあの言葉でお話しされてましたけれどもこのフィルムで撮影しているっていうこの緊張感というかえ役者の皆さんの独特な間と言いますかまあそういったものを本当に大切に大切にワンシーンワンシーン撮ってたので。 あのやっぱりワンシーンワンシーン撮る前にかなりあのミーティングしてから撮るっていうことをなんか自然とやってたんですけれども実はそれはあの自分自身が芝居を楽しんでいるっていうその証しでもありましたし非常にあの監督の思いの詰まった作品でももちろんあるんですけれども僕自身が。 本当にいろんな、うん、感情をいい意味で忘れながら。まあ役に没頭できたっていう、まあそういう作品を書いていただけたんだなというふうに今振り返っても思いますね。はい。ありがとうございます。沖上監督、あの。今回その美大卒でアーティストという役柄沢田ですけれども。そこと子供とさんっていうのは、今お話しいただいたピュアさもあったと思うんですが。どういったところが、こうリンクしていったんですか。うん あのまあ、本当に最初から当て書きだったのであの堂本さんはあの音楽をやられるアーティストでもありますし何かちょっとその方向性は違ってもあのアートをやるアーティストで何かちょっと共通点があると思って現代アートのアーティストの役をやっていただこうかなと思いました。 そしてご共演の皆様には堂本さんと共演された印象ですとか撮影時あの残っているエピソードをそれぞれ伺っていきたいんですが綾野さん、どういった思い出がありますか、はい、あとても温かかったです、本当にあの個人的にあの剛さんと一緒にあの仕事ができることもあのとてもご褒美のような時間でしたし、まあ、何より、何て言うんですかね うん、他者に対する愛情といいますか,その、うん、なんか体温をちゃんと届けてくれる方でそですその現場ではなんかお互いにぬくぬくしてしまってなんかこたつに入りながらずっとしゃべっているみたいな実家感と言いますかそうでしたね実家感があってスケジュールも結構こうタイトな日もありましたけどなんかのんびり。 いうに喋ってました、ねはい、あ今も <laughs>、はい、役とかあの役者とかそういうな肩書なしで人同士で喋ってるってい時間がとてもこの作品にとって一番重要だったのかもしれないなとあの出来上がった作品を見てその吉岡さんもあの森崎くん小林さんもこう皆さんの映の、うん、し出されてるもの っていうのはなんか表面的なものじゃない内面的なものってのはすごく感じられて、あのやっぱ映画って素敵だなって思いましたね。はい。いやその雰囲気映ってたと思います。あのところで綾野さんは強さんって呼ばれてるんですか。はい、はい、強さんって呼んでます。そうなんですね。あなんか。はいや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 そういえば字が一緒だなと思いまして<あ>おさんと。はい、はい、そうなんです。はいそうですよね。字が一緒です。はい。<laughs> <laughs> 堂本さんは綾乃さんなんて呼ばれてるんですか。か僕は多分、あの、彼が。ずっと呼ばれてないだろう。これからも呼ばれないかもしれない。いろいろ、こう、考えた結果。綾ちゃんって呼んでます。<laughs> はい。綾 <laughs> ちゃん剛さんで、はい、通ってますね。はい。綾ちゃんで呼ばれてます。そうですね。それは、ちなみに、初めて呼ばれる名前でした。そうですね。<ー>なかなか、綾ちゃん。そうですね。あの。 割とご年配のスタッフさんにあやちゃんって呼ばれることがあるぐらいですか,だからすごく嬉しかったですしあったかくなりますよねあやちゃんっていうのはすごく嬉しかったです、はい、あやのさんは堂本さんのクランクアップの時に現場に駆けつけたというお話を伺ったんですが、はいはい、僕のクランクアップの時に剛さんが来てくださって。 それが何かとてつもなく嬉しかったんですよ純粋に気付いたら剛さんのクランクアップに僕もいました <laughs> はいそうですね友田さん、はい、クランクアップの時に綾野さんいらっしゃるっていうのはいやもう全くもちろん気付いてなくてでやっぱりねお忙しいだろうしああいうこうクランクアップの時って あの主演を務めさせていただく時はあの一人で迎えることもやっぱり多かったですので,でその日は非常に何とも言えない綺麗な夕日の何とも言えない美しい景色を見た後で撮影以上になりますっていうスタッフさんのお声の後に「強さーん」って遠くから声が聞こえてきてそしたら。 あやちゃんが走ってきたんですよなんとも言えない感動的なシーンでしたね、えー、なんかもうこのシーンも撮りたいなぐらいのなんか綺麗な景色でした、はい、ちなみにそのシーンは監督撮ってはいってないんでごめんなさい撮ればよかったすみません花束持ってね現れたんですよ、ね、いやもう本当に花束とあとあのケーキいただきまして <laughs> はい。 <laughs> あの美いしくいただきましたありがとうございましたバレンタインデーだったんでチョコレートのケーキいただいたんですありがとうございます <laughs>、えー、<laughs> 素敵なエピソードありがとうございます小林さんはご共演の印象、はい、そして印象に残っていること、はい、何かありますか なんかそんなやちゃんと剛さんでそんな楽しい雰囲気になっていたんだなと思ってちょっと今、うらやましいなと思いましたけれども、まあ、私の役柄が結構、野心的にぐいぐいとあの沢田をこう俗,俗,俗のある世界へ引っ張っていこうとしてしまう役なのであの格好もちょっととんがってましたし剛さん、すみません剛さんでした剛さん同じ時代から間違えちゃった。 剛さんはあのー、もう澤田としても現場にいらっしゃってでこうもう雰囲気が澤田でなんか私はあのー、個人としてもなんかこうコミュニケーションとか取るのがちょっと失礼なのかもななんて思いながらちょっと遠慮気味に。本当でですすか、はい、あのボーっとしてただけですよ疲れてたのかな。<laughs> 澤田があのなんかこうボーっとしてるじゃないですか,、ええ、なんかそれも相まってなんかボーっとして澤田さんの世界に入られてる感じでしたでもなんかこうやっぱこう静かな優しい雰囲気はまといつつあなんか剛さんの世界だなと思いながら一緒の現場をえ楽しくやらせていただきました。 堂本さんは小林さんとの共演はいかかがでした非常にあの久しぶりにお会いしてとていうそういう最再会もありましたしで、あのー、僕自身があのふわ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 してたりする、まあ、芝居を作っていきましたので。 その沢田を本当にお尻をパンパン叩くようにこう煽っていただけたんで、僕もその芝居の中であの戸惑ったりとかなんか汗ったりとかするっていうことがもう本当に自然に演じれましたので本当にありがとうございました。パンパン叩いていただきましてそういう役柄でしたからね。はい。ありがとうございます。吉岡さんは共演されて印象に残っていることどういったことがありますか。 はい、あの私はバラエティ番組でしかご一緒したことがなかったのもあってあの映画の現場というか撮影の現場でご一緒するのは初めてで,であの小林さんがあの里さんがおっしゃるように本当に澤田さんそのもので私も一瞬話しかけちゃいけないかなって思ってたんですけどでもやっぱり堂本さんと話すとなんか面白いんですよなんだろう別に笑わそうとされてるわけではないんですけど。 なんか面白が漂ってきちゃっててなんか別に笑うことじゃないのになんか笑っちゃうみたいなのが私は結構何回も波があってでもそんなね勝手に笑うのも失礼なんでその静かに心の中でふふってなりながら家に持って帰ってました <laughs> あの一個だけ印象的だったのが堂本さんがあの 丸の写真を撮られてたんでですよ現場で丸いもののあの写真ってどこに行ったんだろうって SNS 用に、はい、あのいろいろ現場の雰囲気を撮ってくださいということでちょっといただいてたんですよスマホをはいで、まあ、当初は共演者の皆さんの,その談笑されてる風 とかまあ、そういうものもっていうことだったんですけどやっぱり皆さん、ね、役に集中されてたりとかもするし、まあ、もし、ね、写真を撮らせていただいてあの事務所通してくださいって言われたらちょっと傷,傷ついちゃうっていうかちょっとね <laughs> ありますんでちょっと皆さんを撮影するということをやめようと思ってでそれで、ね「あの沢田が劇中」で世の中にある「丸が。 気になり出すっていうそういう描写があったんでじゃ一回気になってみようっていうコンセプトでもう本当に身近にある丸をめちゃくちゃ取ろうということで取ってあるんですけど僕もあれはどこに行ったのかちょっと分からないんですが <laughs> あ,のありますよねいっぱい僕が取った丸アップしてますあもうしてるんですか ありがとうございます。良かったです。もう本当に変な人だったんでね。<ー>ずっと丸取ってたんで。<laughs> はい、あ、よかったです。あ、すごい。<S 今、SN、S. N. S. す。すっきり、しました。私も、はい。僕もすっきりしました。はい。ありがとうございます。翔太さんおっしゃってた、あの、面白が漂っちゃうの、今すごい体感しましたね。そうなんです。なんか楽しい気持ちになっちゃうんですよね。はい、ありがとうございます。皆さん S. N. S. の方もぜひご覧いただきたいと思いますが。森崎さんは、はい、いかがでしたか。 そうですねあの僕とはずっとコンビニで2人きりでいる時間が長かったんですけれども、あのー、すごくなんですか僕もあのお芝居の現場では初めてだったので、まあ、最初ちょっと戸惑いとか緊張もありながら現場に初日行ったんですけれどももう本当にすっとそばにこうもういてくださって本当にこう何ていうんですかねこうなんか。 特別なんか大きな言葉をこうかけていただいてじゃあ現場をこうキュッとするとかではなくもういてくださるその存在感自体がもうなんか現場をすごく大きな包容力で包んでくださるということもあってなんか本当にそのコンビニでいるのがすごく居心地よくてなんかそんな思いをこうすごくかみしめながらワンシンワンシン撮っていたんですけれども、まあ、その中でもすごく僕が思い出深いなと思ったのは、まあ、そんなね 僕だけじゃないんだなって改めて思ったのは皆さんそんなにすごい深い話を現場ではしていないということを知れたっていうのでちょっとホッとしたと同時に僕との現場ではなんかちょうどそのコンビニの撮影場所でなんかそのクレーンゲームみたいなちっちゃいゲーム機が置いてあったんですよねでそれ劇中用ではなくその元々あったコンビニのところで置いてあるものだったんですけれども途中から強さんがその前にずっと入り浸ってまして。 でお金をこうちょっとずつ入れてクレーンゲームをずっとやってたんですよであこれはちょっとしばらく一人にしておこうっていうことでこう離れたんですけれどもあれは実際取れたのですかあれはもうあの5個6個7個とマジっすか、はい、あの費用ごとに取れまして <laughs> 腕が上がっていったってことですか腕が上がっていきましたやっぱりその吸収すする力もすごい昔から <laughs> すごい早いんですよんと5個6個7個ですごいあのたまっていきましてそれであの劇中であのご一緒した小さい女の子お子さんがいらっしゃったんですけどあのその女の子がとその人形の話になりましてクレーンゲーム人形だったんですけどその人形の話になって僕があのそのコンビニでゲットしたのがゴールドの。 人形だったんですよ<ー>でたまたまその女の子が大きいバージョンを持ってて「でこの間僕このゴールドクレーンゲームで取ってん」って言ったら「えー、いいな」って言ってで「ゴールド持ってないの?」って言うから「持ってない」って言うんで合間にちょっと家まで戻ってそのゴールドだけ取ってまたすぐ現場戻って。 それでゴールドを渡したんですよそしたらその大きいのをこうくれてじゃあこれ、私があげるって言ってくれて大きいのとゴールドを交換するというちょっとその感動的なシーンをも生んだんですよ、あのクレーンゲーム,ゲームが。いですすねごだから今も持ってるんですよ、あの大きいそのもらった人形を持ってるんですけど、はい、全然可愛くない人形ですよ。<laughs> <で>もいや、まあ、<ど>いあれ可いいじゃないですか、見た目ちょっと、確かに見た目ちょっと、ぶさいくなるけど見た目ね、なんですけど、でもなんか <laughs> もなん、もう、なんていうんですかね、まあまあ、確かに可愛くはないのかもしれないけど、それがまた可愛い、まあ、可愛さって まあ、人それぞれですしね。それぞれですよ。監督それぞれですよ。はい、うん、そういうちょっとね、エピソードもありました。はい。なんていい話でしょう。そこまで発展してるとは、まてまして、そう、つきませんでしたね。クレーンゲーム。いてよかったです。発展しました。もう、でも、ウィン君のおかげで、この話が聞けたっていう。すごいです。すごい楽しい話でしたね。 その顔が気になっちゃうんで、ぜひそれも SNS で見たいなっていう感じはしますけどね。そうですね。何かのタイミングでじゃあちょっとよろしくお願いします。と言っているうちにですね、実はすいません時間が来てまして、そうですね来てますね。もうちょっと聞きたいことあったんですけれども、ここであの示させていただこうと、すごいですね。もうそうなんですよ。すいません。でもやっぱ座ってしまうと、そうですね。でもあの現場も本当になんていうんですかね。 こんな感じにアットホームな感じで進んでたっていうのが今ちょみと蘇ってきましたけれどもこんな感じでね進んでました現場も伝わってきまましたありがとうございます、はい、ではあの今日、ご取材いただいている皆さんそしてカメラの向こうで映画楽しみにされている方大勢いらっしゃると思うので、はい、最後に代表して堂本さんより締めのご挨拶いただいいてもよろしいでさつ、はい、これで終わりますか。 そうなんです用意していただいたのがあったと思うんですが残念ながら時間の関係で夢中無虫な○○とか一応○にかけてありましたけどね一回なしにしてこれで締めるってことですね先ほどお伝えもさせていただきましたけれども本当にこの映画に漂う空気っていうのは どういうものなんだろうなってずっと考えたり悩んだりしながら、あのー、何度も台本読み返してで演じてまた台本読み返してそんなことをずっと繰り返しながらやってきたんですけれどもこの映画に漂っている空気ってすごく優しいしでもただ優しいだけじゃなくて本当に強いものがあるなって って思ったんですで人っていうのは優しくなること強くなることっていうことが、うん、毎日がやっぱり忙しいと叶えられなかったりすることも多いだろうなとか本当にいろんなその作品に漂っている優しさと強さによって本当にいろんなことに気づかせてもらいましたしいろんなことを考えもさせてもらった、まあ、そんな作品です。なので あの本当に世代を超えてたくさんの人々に映画館でこの作品と対話してもらいたいなっていうふうにすごく思ってます自分の心をこの丸という作品につなげて自分の人生のことだったり自分のこれからあるいは自分の今いろんな自分を 考えていただけたら感じ取っていただけたらいいなとも思いますしこの澤田はじめ皆さんが演じてくださった役を通してこの物語を通してですね監督の思いのこもったこの「丸を通してたくさんの人々その人々の今が自分らしくて そしてこれからの未来がもっともっと自分らしい未来につながるようにそんな勇気と力を与えられたらなと思ってみんなで一生懸命楽しみながら演じて作った「この丸という作品ですのでぜひ本当皆さんあの素直な純粋無垢な気持ちでこの作品と対話してください本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございましたありがとうございました皆さん本当にありがとうございます